皆さんこんにちは、てんです。本日は自転車紹介になります。今こちらにあるマウンテンバイクなんですけど、実はこちらモーターとバッテリーがついておりまして E バイクになります。こちらはですね、ヤマハのフラグシップモデル YPJMT Pro というモデルになります。ヤマハといえばモーターサイクルで有名なんですけども、自転車分野でいうと電動アシスト自転車やこういった、マウンテンバイクの E バイクだったりとか、クロスバイク、ロードバイクの E バイクだったり、今回そんなヤマハさんが満を持して開発した最新最強 E バイクを紹介したいと思います。では早速見ていきましょう。はい、まずこちらの YPJMT Pro、 お値段気になりますよね。こちらは税込み66万円になっております。まずはフレームから見ていきましょう。まずカラーリングなんですけど、ブルーとシアンのヤマハレーシングカラーになってます。そしてデュアルツインフレームという構造になっておりまして、デュアルツインフレームは2本のトップチューブと2本のダウンチューブにより構成されている特殊なフレームになります。モーターサイクルメーカーならではのフレームで、こちらの方がフレーム剛性が強い層なんですね。上から見ると分かりやすいですね。こちらが分かれていて、こちらも分かれています。でここがバッテリーですね。そしてどんな路面でも走れるようにと、ロックショックス製のフルサスペンションを採用しています。ドライブユニットを見てみましょう。こちらですね、裏に回って、ヤマハ最小サイズ最軽量のドライブユニット PWX2 というのが、使われています。こちらはフラグシップのドライブユニットになります。センサーの話になるんですけども、こちらのユニット付近にはトルクセンサー、そして、ケーデンスセンサーで、角度センサーで、リアの方にはスピードセンサーがついています。計4つのセンサーで適切なアシストパワーを提供してくれるそうです。アシストモードは5つあります。一番強いのがエクストラパワーモード、次にハイモード、スタンダードモード、エコモード、プラスエコモードとなっております。そのアシストを変更するスイッチユニットと気象ディスプレイなんですが、非常に操作がしやすくて画面も非常に綺麗です。アシストのモードによってランプの色が変わりますので、文字を見なくても色ですぐに把握できるっていうところが工夫されているところだなと思います。バッテリーはフレームに綺麗に内蔵されておりまして、パッと見ではわからないですね。充電時間が約、4時間ぐらいですかね。バッテリーゼロの状態から満タンになります。一番強いモードでも満タンの場合73キロもアシストしてくれます。アシストが少ないプラスエコモードだとなんと197キロも走るんですね。ブレーキシステムはマグラというメーカーのものが使われています。ディスクローターもマグラ製の 203mm、 もうこんだけローター径がでかければブレーキに関してはどこでも大丈夫そうですね。ちなみにマグラはドイツのメーカーになります。で変速系、フロントシングルの、リア11速でになります。レオーレ XT がついてますね。でギア比は 1146T となってます。タイヤはマクシスのハイローラー227.5×2.80 の太さのものがついています。シートポストはドロッパーシートポストになります。ハンドルのスイッチで操作可能です。サドルはベロ VL、 少し分かりづらいんですけど、ここの穴ですね、穴がたくさん無数にあるんですが、この中は青色となってます。お尻の部分は滑り止めがついてます。乗った感じは結構柔らかめです。ギアクランクはプラクシスというものでしょうか、アメリカのメーカーになりまして、 E バイク専用のクランクがついてます。最後にハンドルですね。ハンドルはワイドハンドルバーです。幅が 790mm ありますので、歩道を走ることはできません。その代わり操作性は抜群です。はい、いかがだったでしょうか。
私自身今までマウンテンバイク、持ってなくて、友人のマウンテンバイクを借りてマウンテンバイクパークで乗った程度になるんですけども、その時にも思ったんですけど、登りがきつくて、まあその友人よりダウンヒルを、あまり回数楽しめなかったんですけど、この E マウンテンバイクであれば何回でもマウンテンバイクコースを堪能できそうだなっていう印象です。でオンロードオフロードともに走ったんですけど、オンロードでは正直きついですね。まあ、当然ながら E マウンテンバイクはある程度の速度、約まあ20何キロだったかな、超えちゃうとアシストが停止しちゃうんですね。そうするとやはりロードバイクとか、グラベルロードと比べると重たいっていう印象ですね。ですがオフロードだったりとか坂道とかだったらもうめちゃくちゃ楽ですね。楽とはいえ体はほんのり疲れるっていう、まあ、筋肉痛を残さない程度に疲れるっていう疲れはありますし、汗もかくので、 E バイクって運動にならないと思ってる方もいるかもしれないんですけど、実は運動にはなってます。今回の動画は以上になります。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。